今日も一日頑張ったな。社会人の俺、田中優斗は仕事終わりに居酒屋に訪れていた。学生時代の後輩、相沢真奈美が開いた居酒屋で、自分の店を持つのがかねてよりの夢だったらしい。いらっしゃい先輩、今日も寂しく一人ですか？はは、今日も寂しく一人だよ。ふーん、女の子とのデートに私のお店を使ってくれてもいいんですよ。その時はもっといい店に行くよ。なんでしょう？こんな可愛い店主のいる素敵なお店のどこが不満なんですか？はいはい、いい店いい店。棒読みすぎる。まなみとは軽口を叩き合える気やすい関係だ。とても居心地がよく、俺はすっかりこの店の常連になってしまった。会社の同僚やかつての暴走族時代の仲間たちを連れてくると、彼らもこのお店をすっかり気に入ったようだった。そう、実は俺はこう見えても元暴走族の総長である。暴走族といっても悪事を働いていたわけではない。地元の行き過ぎた不良たちを取り締まったり、ツーリングを楽しんだりしていた。まなみもその事情を知っていて、俺の部下たちとも面識があった。どうもっす、まなみさん。今日もお金を落としに来ましたぜ。お、皆さんいらっしゃい。これで今日の売り上げは期待できますね。で、総長との進展はありやしたか？総長、喧嘩は最強なんですが、そっちの方は鈍いんで、ガンガン攻めるのをおすすめしますぜ。な、何勘違いしてるんですか？別に私はそういうのじゃないっていうか。俺らは応援していますからね、まなみさん。おい、何話してるんだ？なんでもないですから。このバカ、アホ、脳筋、ニブチン。え、なんで俺急にディスられたの？っていうか、経営の方は大丈夫なのか？客入りはぼちぼちだよな。私を誰だと思ってるんですか？敏腕美少女スーパー社長ですよ。問題ありません。来週は団体客の貸し切り予約も入ってますからね。これで今月の赤字はないものと言っていいでしょう。おい、結構ギリギリなんじゃねえか。なので厳しい月にはゆうとさんにシャンパンでも入れてもらおうかと。違う店になってるな。後日、俺はいつものようにまなみの店を訪れようとしていた。よし、今日も売り上げに貢献してやるとするか。あ、やべ、今日は貸し切りって言ってたっけ。店の前まで来てしまった。しかし店内は静まり返っている。不思議に思って中に入ってみると、閑古鳥が鳴いていた。あれ、貸し切りじゃなかったのか？先輩、そうなんですよ、貸し切りの予定だったんですけど、予約をドタキャンされちゃって。どうしましょう。団体様のご飯は作っちゃったし、今日に限ってお客さん全く来ないですし。涙目であわあわと焦るまなみの頭に、俺はポンと手を置いた。あ、先輩。まなみの料理を食べ損ねるなんてもったいない連中だな。よし、俺に任せておけ。俺はすぐに会社の同僚と暴走族時代の仲間に声をかける。まなみが困っていると言うと、みんな二つ返事で OK してくれた。みんな来てくれるってさ、忙しくなるぞ、まなみ。先輩が先輩なのにかっこいい。おい、俺はいつでもかっこいいだろう。そうでしたね。いつもありがとうございます、先輩。なんて話していると、会社の同僚がやってきた。よ、助けに来たぜ、ゆうと。まなみちゃん、久しぶり。総長もさっきぶり。総長、言うな。腹すかせてきたからな、何十人分だって食べられるぜ。ほどなくして、暴走族時代の仲間もやってくる。お待たせしました、総長、まなみさん。それにしてもまなみさんを悲しませるなんて許せない連中ですね。その分俺たちで楽しみましょう。まなみさんの料理は最高ですからね。それからはまなみの料理を囲んでのどんちゃん騒ぎ。立場も年も忘れて、みんなで飲み明かし、団体客の分の料理などあっという間に食べきってしまった。やっぱりまなみちゃんの飯はうめえな。満足満足。でもそれはそれとして、ドタキャンなんて許せやせんね。それについてなのですが、総長、こちらを。これは。それはとある SNS の投稿だった。40人の団体予約、当日にキャンセルしてやった。今頃頭抱えてるだろうね。過去の投稿も遡りました。
この辺りに住んでいること、まなみさんの居酒屋を予約していたことは間違いありません。なあ、お前らこれ許せるか？許せるわけねえっす。まなみさんを悲しませた分のツケは払ってもらわねえと。このお店は俺たちの憩いの場でもありますからね。潰れられては困ります。よし、それならやることは一つだな。後日。今日の授業かったり、でも単位落とすとまずいしな。サボっちゃおうぜ、まだ出席平気だろ。そこの君たち、ちょっといいかな？あ、なんだよ急に。なんですか？俺らなんかしましたか？この投稿に見覚えはないか？それは。ちょっと面を貸してくれるか？別に取って食おうってわけじゃねえ。まあ、お前らの態度次第ではあるが。よし、連れてけ。俺たちが何したってんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい。勘弁してください。そして俺たちは二人をまなみの店の前へ連れてきた。ここは俺らがドタキャンした。ここは俺たちの大事な後輩がやってる店なんだ。あんまり舐めたことしてくれるなよガキ。たった予約をドタキャンしてしまい申し訳ありませんでした。でした。もう絶対にしません。めちゃくちゃ反省してます。してます。いきなり何ですか？そいつらがこの前無断キャンセルしやがった連中だ。特定したから連れてきた。なるほど、そういうことでしたか。まったく先輩はいつもやりすぎですよ。二人とも顔を上げてください。はい。君たちのやったことは許されることではありません。ちゃんと反省してください。二度と同じことをしないように。でもそこの怖いお兄さんたちのおかげで当日は廃棄も出ませんでしたし、楽しい時間を過ごせました。許してあげましょう。私可愛いし寛大なので、次は普通に食べに来てください。喜んでもらえるよう精一杯作りますから。女神様だ。ありがとうございます。俺たち心を入れ替えます。女神様に誓って、もう絶対に人様の迷惑になるようなことはしません。それから二人はちゃんと改心し、客として店に通うようになった。この一連の流れが SNS で広まり、ネットでまなみは女神様と崇められていた。意味がわからない。まなみが女神なんてたまかよ。でもおかげでお店は大繁盛。嬉しいが一抹の寂しさも感じる。後日俺は久しぶりに店に顔を出した。あら、今日は珍しく一人ですか？今や人気店だからな。大人数で押しかけたら大変だろ。新しくバイトの子を雇いましたからね、意外と余裕はあるのです。本当にありがとうございました。先輩のおかげでなんとかお店を続けられてます。なんでだよ、マジで俺何もしてねえぞ。料理の腕とまなみの人柄が良かったんだ。なんたって女神様って呼ばれてるくらいだからな。もうそれやめてくださいよ、結構恥ずかしいんですからね。あの先輩、お店のさらなる発展のために料理のレパートリーを増やそうと思うんです。研究、そう、あくまで研究です。料理の研究のために今度食事に行きませんか？おう、これでよければいくらでも付き合うぞ。本当ですか？やったー、デート、先輩とデートだ。デートって言っちゃってるし、研究って手じゃなかったのか？まなみさん、ナイスファイト。その調子ですね。そのまま勢いで行っちゃいましょう。って、お前らいつからいたんだ？へえ、総長のいるところいつも俺たちはいますぜ。違いますから、デートじゃないですから。言い間違えただけですから。デートじゃなくてデッドですから。え、俺どうなるの？そんなこんなでまなみの店は大繁盛。最近は料理の研究と称して食事に連れ回されている。それを見て暴走族時代の部下たちはニヤニヤとしているが、まだしばらくこの可愛い後輩に振り回される日々は続きそうである。